は,してる怖いはい、い大ヶ島さんのでございます。よろしくお願いいたします。ということで、えー、今回は今現在、えー、東京15区の、えー、補欠選挙か <laughs> 補欠選挙はね、まあ、行ないでおるんですけども、まあそこで、ね、立候補している、えー N 国党の政治団体 N 国党のえ公認なのかなでいいと思うんですけどねえまあ福永克也っていうねえしょうもないやつが立候補してるそうなんですけどもえ福永克也っていうねしょうもないやつが立候補してるみたいなんですけどまあこのね福,福永克也っていうやつはね僕正直全くと言っていいほどどうでもいい興味ない人間なんですよ <laughs>。以前ね X でなんか東谷に関する えー、ピントが外れて、えー、全く的を得ていないどんちんかんなことを言ってたことがあってあまりにも目に余,余る、ね、発言だったんで指摘して,てあげたんですよ。行き恥かいてますよっていうね、えー、気持ちを込めて。そしたらねなんかえー、っとねら、えー、になんか変な言い訳してたんでさらにね大胆腸をかけるように、えー、お前の言ってることが。 えー、全く状況を理解していない、えー。大ボケかましてるだけだぞと、この、この、<laughs> このエセ、えエセでもねえか。一応弁護士だからエセじゃねえな。まあいいや。とにかくね、あのー、まあ、指摘してあげたんですよ。<laughs> 嫌味を込めてね。<laughs> 善意なんて全くないですよ。はい。そしたらね、えー、反論されることもなく、一回反論はされたけども、それさらなるね。 え図星とも言っていいような指摘をしてあげたらき綺麗にブロックされてねまあそれっきり全く何の絡みもないんですけどもまあそのえ X 上では生きのいい福永克也なんですけどもまあこれがねまあなんかえー X 上でこれ立花志の X なのかな。でまあ福永克也は。 自民党を推薦しますっていうね、全くトンチンカンで意味のわからないことを言ってるわけですよ。まあこれおそらくふくらかの意向ではないと思うんですよ。まあ立場はがね、えー、まあ日頃から自民党に対してね、ごまを吸っているような人間なんで、あの、はっき,はっきり言いますけど、立場はは、えー、権力者に媚びを売る、媚びを売る、えー、媚びへつらう人間なので、 だから当然ね、立花隆が、えー、既得権益をぶっ壊すなんてことは絶対できないし、むしろ既得権益側にするよって、うまみを得ようとする、えー、醜い卑怯な人間なので、だからね、自民党に媚びを売ってるし、当然ね、NHK をぶっ壊す気なんてさらさらありません。はい、断言します、はい。そういう人間です。 見にくい人間です。立花隆は見にくい人間です。はい。断言しますよ。はっきり言いますよ。はい。まあ、そういったね、えー、自民党に媚びを売るような、まあ、ポスターをね、全面に出たポスターをね、なんかね、えー、貼っていくという,うな話なんですけども。まあ、なんだろうな。あの、どうせね、自民党に媚びを売るぐらいであれば、 これぐらいやればいいんですよ。これぐらい。うん。これぐらいやれば潔いし、まあ気持ち悪いですけど <laughs>、気持ち悪いですけど、まあ、潔いかなとは思いますけどね。はい。で、あとね、なんか選挙候補も出てたようで、まあ同じようなね、感じで自民党を推薦しますと <laughs>、なんじゃこりゃって。 で、よく見るとね、自民党のところに、なんかね、スポーツ新聞のなんか見出しみたいなね、<laughs> 古速なことを使ったわけですよ。まあ、滝島隆史らしいなと思うんですけど、自民党推薦推薦します、とかですね。だったら立候補すんなよって話なんですけど。<laughs> まあまあ、それはいいとして。で、なんか懸念されてる方がいらっしゃって、なんか自民党から推薦を受けてるというような、えー、誤解を、 埋もうとしてるんではないかみたいなね、まあ、そんなことを言われている方がい,いらっしゃいました X 上でねああなるほどねとまあ実際問題ね <laughs> まあこれでね自民党の推薦を受けているって誤解するような人っているのかなって僕は正直思いました僕はね、まあ、僕は教会知能ではないのでまあね自民党を推薦しますってなんじゃそりゃっていうね <laughs> まあよく見た自民党政策っても書いてあるしね。な、その、ちっちゃく書いてあるからこそ、そこを誤魔化してると思うんですけど、自民党を推薦しますって、自民党推薦自民党まあ、自民党の、まあ、自民党を推薦しますんだけど、文字を見た時に僕は、あ自民党の考え方、考え方、まあ、つまり政策ですよね、うんあ。そういったことを支持してるんだろうな、そういうことをなんか、容をしてるんだろうな、っていうふうに思ったんですけど、 まあ、その、X 上でね、懸念されてる方がね、まあ,まあ自民党から推薦を受けてるような誤解、誤認をさせるための作戦なんじゃないかっていうふうに思った。僕はちょっとそれ考えすぎかなって一生思ったんですけど、でもよく考えてみると、そういった誤解を生むような、えー、浅はかな人間であったり、ちょっとね、考えが乏しい人たち。 もう俗に言うね、境界知能の人間ですよ。そういう人間をたぶらかして、えー、自分のね、思うように扱ってきた、また、あ、橘隆史だからこそ、こういう古速で、卑怯で、うん、何の恥じらいもなく、こういうね、う <laughs> 人として道を外しているような、非人道的なことが、平気でできる。まさに、銭ゲげっていうね、橘隆史らしい作戦、 を敷いたのかなというふうに考えても、まあまあ不思議じゃないなと。そういうふうにね、懸念される方がいるのもまあある種仕方がないかな、という,うに思いました。はい。で、もっとね、この、なんだっけな、選挙候補のことをいじると、なんでこの、えっ、ー、と、立花、浜田、斎藤のこの顔がなんか似顔絵みたいになってんのかなって、非常に気持ち悪いなって。ただでさえ気持ち悪いのに、このなんか、えっ、ー、と、イラストチック、イラ,イラストチック。 にしているのが余計気持ち悪いなとどうせ気持ち悪くするんだったらねこれぐらいすればいいんだなと思ったんですけどねまあ <laughs> いいんですけどまあねこのん、えー、だろうな選挙候補に書いてある文字をちょっと読ませてもらうと「戦後79年自民党によって安心安全な社会が保たれています」「私は世界中を回っていますが日本のように平和で豊かな国はありません」 怪我をしても、病気をしても、救急車がやってきて、確実に、えー、医療行為を受けることができます。ガチ者も、戦死者も出ていない。自民党が長年平和を守ってきた、こんなに豊か、豊かなこの環境に感謝することが大切です。私は自民党の受け皿として立候補しています。意味がわかりませんね。だったら自民党から立候補しろよ。馬鹿じゃねえか、お前。 ってバカガよ <laughs> これ本当に福永がこういうふうに思いでねこれを文章化してるんであれば自民党から言バーガー <laughs> 自民党からこういう中受けらねえだろうけどなそもそもが、はいまあ、こういうところからこびてるところは非常に気持ち悪いですね非常に気持ち悪いはいで NHK から国民を守るとは自民党の政策に賛同しており 令和6年度予算も、令和6年度予算も、えー、野党で唯一賛成をしました。はあ、ただ、NHK の受信料問題に関しては、自民党やその他の、えー、党の考えは民意とかけ離れているため、自民党にその考えを改めてもらうために、質問を決意しました。全く意味が分かりません。全く意味が分かりません。<laughs> 全く意味が分かりません。 ということは、この福永という人間は、有権者に対して訴えるのではなく、自民党に対して訴えるっていうことでしょ、要は。ねお前、何のために立候補者のえそりゃそうだよな。そういう人間だからこそ、えー、東京15区で立候補してるにもかか関わらず、仮に当選したら、えー、このまま議員を続けるか、えー、誰かに議席を譲るか、えー、党の意向に、 えー、そう言いたいと思いますっていうねトンチンカンなポンボンクラ発言するわけだろ <laughs> この程度のレベルだから <laughs> 聞いて飽きれるわ、はあ、まあねこういう人間しかね用意できないうんま立、あ、花はもちろんのことね、えー、まあ、選挙を舐めてる政治を舐めてる、えー、立花隆をはめては立花隆をはじめとした、えー、この関係者、えー、ヘドが出ます本当にヘドが出ます気持ち悪いです。 もう心の底からヘドが出る気持ちです情けないですね本当にねう年々年々志が低くなっていく年々年々銭ッシ臭がひどいはいまあねほんに心の底から私が作成したポスターを、えー、利用してほしいですねこのポスターを東京中国中に貼ってもらいたいぐらいですよ はい、まあそんな感じでありますね非常に情けない気持ち悪いどうしようもない本当本来はね扱う価値全くない、えー、内容でありますけども、えー、ネタとして <laughs> まへ、あ、ねえー、このポスターの画像を使いたくて皆さんに見てもらいたくて笑ってもらいたくてえー、動画を作らせていただきましたえー、皆様はどのように思うでしょうかえー、コメント欄の方にコメントくださいよろしくお願いいたします以上です